腹に入れてやっと落ち着いたよ。今日も授業疲れたな。お疲れ様。雨も止まないし、もう少し休んでいこう。だね。それにしても京子の方から誘ってくるなんて珍しくない？そうかな。そうだよ、いつもは私が気分転換に誘う側じゃん。たまにはいいじゃん。まあね。表向きは元気そうだけどな。うまく誘い出せたし、どうにか絵空の話をしないと。ねえゆか、この前絵空と話をしたんだけど。ん？絵空？それよりさ、次のライブで使ってみたい素材があるんだけど、めちゃくちゃダイナミックになりそうなイメージ湧いてきたんだ。ゆか、絵空の話したくないんだ。別に。今日のお昼休み、忍から連絡が来たんだ。絵空が一人でご飯を食べてたって。珍しいこともあるもんだよね、あの隠れ寂しがり魔王の絵空がさ。でもそれ私に言われてもね、困っちゃうな。いい案がないから切り込んでみたけど、やっぱりダメか。それならプラン B だよ。困っちゃうならしょうがない、話を変えよう。これちょっと練習してみたんだ。じゃん、見覚えあるでしょ。あ、 VJ 講座で使ってたカエルのパペット。正解。見ててね。やあ、エソランだよ。みんな元気してたかな。あ、上手じゃん。ふふ、ありがとう。でもエソラン久しぶりの登場なんだけど、グスグス